ワピースみんなかずみこだよー、よいしょー。はい、どうもこっちはたかしです。今日も元気に行きましょうぜ。ガス。はい、今日は皆さんからいただいたワンピースの疑問にお答えさせていただければと思いまーす。それでは行きましょう。はい、お願いします。はい、じゃあ、はい、ぜひぜひチャンネル登録まだの方、よかったらチャンネル登録してみてください。お願いします。よろしくー。早速行きましょう。はい、では早速行きたいと思います。お願いします。エビさん、エビさん、ありがとう。ありがとうございます。高橋さん、ケイさん、ボンジョルノ。ボンジョルノ、ボンジョルノ。ボニーとウルジについて質問です。ボンジョルノについては何もなし。ボニーとウルジの2人は他のルーキーに比べ出番が少なく、まだ謎が多いですが、はいはい、彼らは現在4校の参加である可能性はあると思いますか？また、もし4校の参加だったとしたら誰の参加に入ってると思いますか？はいはいはい、という質問でございます。なるほど、ありがとうございます。うん、ボンジョルノ、ボンジョルノ、そうですね。ボンジョルノについてってことですね。ボンジョルノ普段使いますかって質問ですよね。僕は普段使いません。ボンジョルノ俺も使わないけど、どういう意味、うん、こんにちは的な意味かな。こんにちは的な意味か。そうそうそう、うんうんうん、いいいいボンジョルノは。はい、はい、ボニー・ウルージがさ4校入ってるかどうかですね、うん、なるほど。いや今ね、僕的には今聞いた感じだと、うん、そもそも入ってないと思ってたんで考えたことなかったな、うんうん、なのでまあ僕個人的には入ってないんじゃないかなって思うんですよね。はいはいはい。というのもあと残すは赤髪か黒ひげなんですよね、うん、今だってビッグマムとそのカイドウが来てるのに、うん、そこの参加だったらややこしいもんね。ややこしいし、黒ひげは絶対なさそうじゃん、うん、この2人が参加に入ってそうっていうなんかイメージはないよね。はい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 。なんかだって言うて同期みたいなもんじゃん、うん、そうなんていうの、並び、はいはい、まあ最悪の世代ね、同期。そうそう、最悪の世代で同期ですから。そう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 、同期みたいなもんじゃん。はい、だからまあまあでも勢力は勢力ででかいんでね、まあゼロではないかなとはまあ思うかな、うん、個人的には、うん、まあただまずじゃあボニー考えると、うん、まあ、ボニーどっちかといったら僕は革命軍というか、そうだよね。まあその今分かってる段階だと、まあ、マリージョにいて共通の目的があるわけですよ。クマを奪還するっていう、うん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 、それがね両者ともに別にそこはね協力関係にあるっていうのはまだ全然分かってないですけど、うん、あのあと何があったかがね本編で描かれるまで不明ですが、うん、まあでもあの状況でだったら手組んでもおかしくないかなって思うよね。はいはいはい。なのでどっちかといったらまあボニーは革命軍側なのかなってやっぱね、うん、ぼやっとやっぱ思いますよね。そうね、そんな気するよね、うん、でウルージは黒ひげ海賊団でナムしてるかな。黒ひげ海賊団でナム、ナみんなナムって、いやー仲間になれなさそうな感じするよね。ね、なんとなくねあんましなそうな感じはするかな、うん、でシャンクスの方はなんかより一層なさそうな感じがするよな。なんか笑っちゃうし、ウルージシャンクスの傘下にいたらなんかええってちょっと一緒になるしね。分かんない、こうシャンクスがドーンと出てきて、うんうん、そのシャンクスさんもやってくださいよナムみたいな。ナム教。そうそうそう、シャンクスさん俺はやらんって言いそうじゃん。やらんよそりゃ。怖っ、急にナムしませんかは、うん、っていう傘下かもしれない。それ自身の傘下入れようとしてんじゃんナムの。なんか今のところ考えた感じだとまあつかなそうだなってやっぱ思うんだよな。うん、本当これに関してちょっと本編とかでほとんど描かれてないんで何とも言えないんですけど、なんかウルージはウルージでね、なんか目的がありそうじゃないですか。まあ空島出身なんで唯一で、あえてねその政界に来て政界で海賊やってる目的なんなんみたいな、うんうんうん、そのウルージが例えばですけど、その月関連で何かを謎は解き明かそうとしてるとか、うん、月ってすごいあの謎があるじゃないですか。で、要はあのウルージ自身もまあ翼があるわけですから、うん、まあ、その翼のゆえんはまあおそらく月にあるって考えていくと、うん、やっぱ月絡みになるともしかすると4個っていうか、僕どっちかといったらそのエネル側というか、うん、エネルの話になった時に絡んでくるのかなとぼんやりは思ってるんですよね。はいはい。エネルの勢力がね、まあその正解に来るかも全然わかんないんですけど、うん、でも今月っていうのはすごく重要じゃないですか。光月とかルナーリアとかね、うん、ルナーリアはまだ確定じゃないけど、まあほぼほぼね、うん、月だとは思うんで、やっぱそうなってくると、まあそのまだルナーリアの謎がある、そして月の謎もある、で月にはエネルがいて、エネルも空島も死んで、で全然謎、今どうしていくのか謎、うん、なのでだからそっちかなっていう感じでちょっとやっぱ思いますかな。うん、うん、そんな感じでございます。ラブ。いやいやナムですね。
これ質問終わり毎回ナムで終わろうかなこれ気持ちいい、なんかすごいあれウルジ教ですかもしかして、ナム教の人、ナム教の人ですか、ナムナムじゃあ次の質問いきたいと思います。はい、お願いします。さくらんぼさん、さくらんぼさん、ありがとう、おいしいさくらんぼ、おいしいよね。皆さんこんにちは、いつも楽しく見てます。ありがとう、いつも。子育てもお疲れ様です。おー、嬉しい、ありがとう、もう本当にありがとう、嬉しい。高橋さんの子育てはどんな信念のもとやってますか、うん、僕も子育て中で参考にしたいです。あと、ワンピースアニメでナンバーワンエンディング曲とオープニング曲を教えてください。お体にお気をつけください。ありがとうございます。ありがとうございます。絶賛子育て中、頑張りましょう、さくらんぼさん。はい、いや、子育て信念ないですその例えば仕事とかだったら、その新年これのためにやるとか、例えば俺だったら、まあ、ワンピースやっぱね、今その購入式でね、番組出させてもらったり、購入やらさせてもらったりしてるんで、やっぱよりね、ワンピースのその面白さ、楽しさを伝えたいっていうのがやっぱ一個あるし、あと根幹はね、 YouTube やってるのはやっぱみんなに元気をあげたいというか、まあ、ちょっとでもね、我々の動画見て、まあ、日々のなんかそのね、生活の糧になれば、まあそれは本望じゃないですか。なんでそれを信念でね、仕事とかだったらそれやってるんですけど、もう子育てその信念があってもすぐもうぐちゃぐちゃにされます、子供に。いや本当にね、要は仕事とかってコントロール、まあ割りかしできるじゃないですか。そうね。まあそのコントロールできるっつったら、もちろんね、その職種によってはもちろんあれですけど、うん、まあ例えば自分でスケジューリングして自分でやってとか、その自分で管理ができるんですけど、うん、もうその管理がね、大変ですね。管理コストえぐい、管理コストえぐい、えぐい、えぐい。もう今ね、基本的にはママさん頑張ってもらってますけど、はい、僕も毎日夜中のミルク担当で、もう最近絶対だから3時間とかなんですよ、割れるの絶対、はい、睡眠が、はいはい、もうちょっとね、長く寝たいだから あるとしたら頑張りすぎないかもしれないですね、僕は。なるほど。あ、もう無理だと思ったら、はい、もう自分の時間をあえてその、うん、作るというか、多く寝るようにするとか、うんうん、まあ、他の方を削ってその、うん、休むというか、まあいや、フルスロットルでやりすぎないかもしれないですね、うんうんうん、それがあるかもしれない、はい、で それと全く全然別質問でしたね一番好きなオープニングエンディング、はい、いややっぱこれでもやっぱそしたら We Are Memories にやっぱなるよな。うん、まあ殿堂入りなんだよね、やっぱそこってやっぱ一番初代ってね、うん、いやメモリーズやっぱいいしな。で、まあやっぱね、あと、まあそれ以外であげるとしたら、うん、まあ、やっぱワンデイ好きなんですよね。はいはいはい。ワンデイ。エンディングだとなんだろうな。エンディングだと、まあでもやっぱメモリーズなんだよな。ちょっと今選べねえな。選んでください。選べないですね。ちょっとあと40分ぐらいこの動画、いやいや僕は悩みます。終わんねえわ。まあやっぱ選ぶとしたらまたマキさんになるけど、やっぱランランラン、うん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 、やっぱマキさんのやっぱやついいよね、うん、やっぱりいい。エンディングだったらやっぱランランランかな。他はまあメモリーズは殿堂入りとして、うんうん、はい、そんな感じでございます。はい、いやいいですね。うん、まあそういうわけで、僕ね、毎月、うん、カバー曲ね、あげるプロジェクトやってますんで、はい、もう全曲やりますから、曲もこの曲も、あれもやりますから、うん、いや、もうちょっとね、2月のやつ、もうね、準備も今進んでるんですけど、もう早く聴いてほしい、はい、あれやりますから、お楽しみに、はいはい、前回のペイントもぜひ聴いてください。はい、お願いします。では、最後の質問いきたいと思います。はい、どうぞ。ゼロさん。ゼロさん、ありがとう。映画フィルムレッドに関する質問です。おー、レッド。昨年ジャンプフェスタで小田さんが、うん、映画レッドでシャンクスが登場確定になりましたが、どういう立ち位置でいるとお考えですか。はいはいはい。ルフィの敵側味方側、それとルフィと直接会うのでしょうか、うん、もし会った場合、うん、ルフィは帽子をシャンクスに返すのでしょうか、うんうん、高橋さんご意見ぜひ聞かせてください、はいはい、これからもお体に気をつけてお過ごしください。応援してます。ありがとうございます。質問でございます。ありがとう。みんなも気をつけて、お体気をつけてね。うん、いやー、これレッドマジで本当楽しみですね。うん、レッドはマジで楽しみ。これ8月だっけ。8月6日です。はい、これは見たいですね、はい、早く。で、しかもワンピース25周年ですからね。うん、7月に25周年になってからの映画ですから、うん、もう、うん、
お祭りですよこの夏は、うん、とんでもないね夏になる予感ですけれども、うんうんうん、まあレッドの話しましょうか。ちょっと前にもね、はい、そのレッド情報が来た段階では上げてると思うんですけど、まあ現段階でまたね、うん、ちょっと話せればと思います、うんうんうん、はい、はい、いやー気になりますね。楽しみですよね皆さん。レッドね何回行きますか皆さん。いや俺ちょっと10は行きたい。もう10は行きたい、うん、いや散々スパイダーマン行くの大変大変って言ったんだから、うん、そうそう10行ける。わかんない本当にあの子育て次第いやでもねもうあの半年以降になったら夜中とかもそのミルクなくなったりするんで、うん、ああなるほどね。そうそうそう、いや行けるはずなんでね10行きます、うんはい、10行きたい。いけるかな。普通にリアルにそのスケジュールで行けない可能性あるから、うん、いやーそのぐらいね楽しみなレッドなんですけれども、うん、いやーこれ俺の予想ね完全なる予想、うん、もうこれは全然根拠もないし妄想寄りですけど、うん、最初敵っぽい描かれ方なんじゃないかな。なるほどね。そうでも、うん、こういう思惑があって動いてたみたいな、ちょっと種が明かされるみたいな展開なんじゃないかな。はい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 、うん、なんか怪しいじゃんシャンクスってやっぱり本編でも怪しい ねいいやつなのか悪いやつなのか全然わかんないし、全くわかんない、うん、だからそういう感じで匂わせといて最後の方で実は、うん、あれあでもあれってああいうことだったのかなみたいな展開になるのかなとか、うんうん勝手に思ってるんですけどね。まあ匂わせたらね一番だからね、うん、こいつは匂わせようだもん匂う匂うなんでまあ個人的にはなのでその映画ではどっちかといったら出るけど、うんまあ、第三者というか、うん、本当のボスじゃないんじゃないかなって思うんだよな。さすがに映画で倒さないだろうなって思うんで、うん、で本編で出る情報が映画で先出しされるんですよ大体最近の映画ってね。はいはいはい。なので本編で多分シャンクスはその後いや大いに絡んでくるじゃないですか絶対、うん、いやワノ国がね終わるか終わんないかラインだと思うんで今年だと。だからその辺の謎が先にポンって出るんじゃないかなって思うんで、あくまでその戦うっていうかそのシャンクス絡みの本来のやつはまあ本編なのかなと思ってますね、うんうん、だそういった立ち位置かな。第三者的な、うんうん、まあ黒幕的な位置な扱いされるのかなとか勝手に思ってますね。ルフィと直接会うのでしょうか。もし会った場合ルフィは帽子をシャンクスに返すんでしょうか。なるほど、ルフィとは会わないと思います、うん、はい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 、うん、これは僕はね結構強めに会わないと思う。うん、いやルフィとシャンクスが会う時ってもう結構最終話ぐらいじゃない。そうね。ねえ、あ、最終話、ごめん、持ったわ。最終章。うん。本当のラストのラストの方で会うんじゃないかなってやっぱ思うんで、最終章の中でも後半。はい、うん。で、ルフィって、その、シャンクスに帽子を預かってるわけですよ。シャンクスから帽子を。うんうん、で、シャンクスに帽子を返すわけなんですよね。うん。で、これって、要はルフィの目的の一つでもあるんで、まあ、海賊王になるのと一緒に、やっぱシャンクスに立派な海賊になって帽子を返すっていう、やっぱその二人の約束をそこ果たすことになるんで、うん、それって俺、海賊王レベルだとは思うんですよね。はいはいはい。うん、それが叶うときってね。うん。だってルフィ帽子返しちゃったらもう麦わらのルフィじゃないわけじゃないですか。そうで、何なんだろうね。黒髪のルフィとかでしょ普通。まあ、通り名はね、変わるとしたら本当に最後の最後というか、まあ、海賊王とか、うん、あとはその、うん、要は夢の果て、それがまだ何だろうか分かってないですけど、うん、そこが叶った時に、まあ、ルフィの通り名って変わるのかなって、個人的には思ってるんで、うんはい、そうなっちゃうと、麦わら帽子は、まだ返さないんじゃないのかな、と思うと、映画レッドだと、まだちょっとさすがに時期は早いのかなとは思いますね。そうね、確かにね。レッド2とかじゃない、うん、やっぱり、ね。レッド2やんの制作決定。レッド2。そうそうそう。今までなかったシャンクスで語り継がれる物語、パート2。パート2。そんなまたぎある。あるあるある。でも確かにその映画3部作とか見たいって思っちゃった、今。うん、別の話になってきてるからね。そう、今もう俺らマーベルのね、スパイダーマンとか、そのマトリックスとか、そっちの話でちょっとしてたりするからね。でも何年待てないよな。普通の映画と違うから。アニメ映画で何年待ちってあんまないから、まあなのでシャンクスと合わないんじゃないかなってやっぱ思うんだよな。出るけど合わないっていう立ち位置なんじゃないかな。じゃあまあそうなるとシャンクスと合わないけどまあ出るかなってなって、その本編でのシャンクスの立ち位置もまあ一応守れるって言ったらあれですけど、なんかそういう描かれ方じゃないですか。なのでまあそういった形なのかなってなると、やっぱボスは別でいそうですよね。ボスね、ボスがシャンクスじゃないパターンね、うん、やっぱりね。そう、まあ、うん、個人的なシャンクスじゃないんじゃないかなってやっぱ思うんだよな。まあそうだね。まずあの謎の女性キャラいたじゃないですか、うん、まあ歌ってるあのこういう、うん、でも女性ボス
ス、女性ボスか、どうなんだろうな、うん、ちょっともう前例がないんで、アルビダビッグマムとかでしょ。ああ、そっか、まあ、ビッグマムみたいなパターンってことか。うん、でもそんな荒々しい、あんななんかさ、あんな何、化け物みたいな感じしないよね。しないね。で、まあ確かに小田先生も、その伝説のジジイ書くのも疲れたっておっしゃってたんで、だから伝説のジジイじゃないのかな、とかも思うと。伝説のババアですか？伝説のババア。あいつ実はババアだった。見た目めっちゃ若いみたいな。はいはいはい。見た目めっちゃ若いはあるだろうな、うん、だから実はあのキャラが本来の、例えばですけど、例えばロックスとかね、うん、ロックスの例えば銀傍直とか全く出てないんで、本編でも名前しか出てないんで、だからそのあたりの実はキャラだったとかだったら、全然あのキャラがボスっていうのはありえるかもしれないな、うん、なるほど。今現段階だと全然、その例えばですけど、あの歌姫アンちゃん的な立ち位置じゃん、見た目も、うん、見た目もね、ね、なんか可愛らしい感じなのかなっていう感じもするし、まだ顔がね分かってないけど、だそういったキャラの印象だとちょっとね、なんかボスって感じしないなってやっぱ思うんで、なんかそのキャラクターのその設定、実はこういったヤバいキャラなんですっていうのが明らかになってくるとじゃないかな、やっぱあのキャラで確定するのはね。それ以外だったら、でもやっぱそれも含めてその裏を引いてる、まあ、やつがいるみたいな、うんうん、でまあ伝説のジジイじゃなくて、伝説の、伝説までいかないけど、ヤバヤバ海賊とかね、普通の、はいはい、っていうパターンなんじゃないかなっていうのが個人的には、うん、今思ってるストレートの意見はそれなんですよね、僕は、うん、シャンクスとも合わないし、まあそういう感じ、うん、でもうマジで大穴予想で言うと、うん、ダークホースね、はい、シャンクス倒す、うん、ここまで行くと思う、もうここまで行くと思う、おー、うん、だからシャンクスとちょろっと会って、ちょろっと会話して、うん、じゃあなってするぐらいなら、もうここに持ってくるぐらいだと思う、そのぐらいの覚悟だと思う。倒しちゃうの？大罠よ、これは。これはだいぶ大罠ね。うん。いや、うん、じゃないかな。じゃな、うん、その一戦交えるとかもないと思うんですよ。うん。帽子返さなきゃいけないくなるから。うん。うん、だから帽子を返すときはもうほんと終盤か、もう逆にここでもうドカンかだと思う。うんうんうん。中途半端に会ったり、中途半端に会話するってことは多分ないんじゃないかなと思うんだよね、そういう意味で。なるほど。うん、なので、まあ、ストレート、僕はもうやっぱりどっちがストレートか分かんないですけど、世間的には、僕の中だと、うん、まあシャンクスはそういう本編でもね描かれてないしっていうのもあるんで、うん、まあシャンクスとは合わずにっていうのがまあ、うん、第一なんですけど、まあ本当にもうここの映画に全てをもうぶつけるみたいなのがあるんだったら、もしかするとそういうのもあるのかなっていう、うん、なるほど、はい、お話でございました。はい、はい、楽しみだな、本当楽しみ、この空想してるのがめちゃめちゃもう楽しいもんね、すでにね。早く見たいな、映画。見たいよ。いや、今年だからね、うん、今年やばい、いろいろやばい、もうとにかく、うん、ドラゴンボール、スラダンとかもね、ちょっと別作品でもありますし、うん、今年アニメすごいっすよね。うん、はい、楽しんでいきましょう。はい、ワンピースで楽しんで。はい、今日はここまで、最後まで見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。レッドを楽しみに、またね、続報とかね、来たら、また僕の方の動画あげますんで、ぜひぜひチャンネル登録しといてください。いつもありがとうねー。はい、明日も楽しもう、またねー。シャンクス倒さないと思う。だからお願いお願いします、チャンネル登録お願いお願いします。そしたら